上と申します。ありがとうございます。お世話になってます。ミエセスが唯一岡田監督とこう喋れる人なんですよ、ほんまに。みんな喋らないんですけど、気遣ってね、喋るんですけど、その喋る岡田監督がミエちゃん好きになったきっかけが、満塁で代打出したんです。ツーアウト満塁でミエセスを、でミエセスが1球も振らずに見逃し三振で帰ってきて、お前なんで1球も振らへんねんっつったら、いや僕はこんなに緊張するところで打席に立ったことないから体が動かなかったってそこでむっちゃ気に入って仲良くなって、岡田監督も笑顔になるというか、はい、6月2日日曜日にエスコンフィールド北海道でモーニングセッティフォンの試合後のスペシャルミニライブを開催させていただきます。そして試合前はファーストピッチを私マイクの前に務めさせていただくんですけど、エスコンで投げるのは初めてということで、エスコはもう今シーズンも去年も12回ぐらいの楽しんじゃうです。嬉しいんじゃね、その気持ち悪くない、嬉しいんじゃね、嬉しいんじゃ、嬉しいんじゃね。交流戦のキーマンでしょ。キーマンか、はい、一人そうな、あ、はい、え、ちょっと迷うな。私、他の日本ハムファイターズは新庄です。新庄ファンだからね、楽しんじゃ。ベイスターズはやっぱり帰ってきた筒香選手、あ、やっぱそう、うん、勝ち越しホームランだったのは筒香選手で、うん、それを僕毎回現地で見てるので、うん、すごいね、本当にすごい勝率がいいんですよ、うん、どれだけ僕が球場に行けるかっていうのが、うん、今はもうめちゃめちゃ行きまくりたいです坂本勇人さん、やっぱさすがですね、うん、サードに回ってるあのシーン皆さん見ました？うまい、本当にうまいですよね。僕は交流戦でまたきっかけつかんでもらって、まあ、今2塁打の記録も今2位ですから、はいはいはい、もうこの記録もどんどん上乗りしてもらって、立浪さんに追いつけるように頑張ってもらいたい。だからキーマンは坂本勇人さんです。記録といえば今朝ちょっと海の向こうの話、ダルビッシュ、はい、ダルビッシュ、200勝ということで、はい、マリノさんからねぎらいというか祝福の言葉をいただきたいのと、あと勝ち星を献上した皆様からも何か祝福の言葉を言っていただきたいと思います。ちょうどメイクルームでメイクしてる時が9表ぐらいだったので、中継も見ながら来てたんですけど、ゆうくんがもうこんなにユウくんっていうアイドルなの？知ってる、呼び捨てなの？ファイターズファンの方はそうなんですよ。ユウくん、ファイターズファンの方はちょっとフレンドリーな感じのガクさんとかね、聞くけど、結構おじさんですよ、ユウくんも。おたけびあげて、質問に答えてあげて、ちゃんと質問に答えてあげて、もうほら、ペン止まっちゃって。ということです。若い時からね、私見守ってるわけじゃないですか。若い時からちょっとね、やんちゃな時があって、ところも踏まえてご自身でね、入団当初はっていうのをいろいろありましたけれども、今は本当皆さんに感謝ですみたいなね。大人だね、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 そうなんだ、そうなんだ。ちょっと一列目に行っていいですか？いやいや、これはね、それはもう聞いちゃいけないでしょ。どんだけショックだったか。話す義務があるから、我々には。阿部監督がもう鬼門だってもう口に出して言っちゃってますから、もう自ら鬼門だというふうに言われる監督、選手がやっぱり動きづらいんじゃないかなと思ってまして、はい、いやでも安倍さんには安倍さんの考えがありまして、ここで頑張ってるから、頑張ってるから、ただまあまあ、貢献してきてるのよ、もう、そうですね、だから安倍さん、あなた安倍さんですか？安倍さんじゃないですけど、安倍さんの気持ち、安倍さんしか僕は分からないと思うんですよ。ただ、その前の、福井県でやったじゃないですか。高知新聞の方おられましたもんね。福井でやったじゃないですか。その、泊まったホテルが相当良かったっていうね。大手出しが、大手出しが相当良かった。その大手出しが相当良かった。広島みたいな。
そう SNS で上がってましたね。電車にこう入って広島でなんかあったのかな、広島のホテルでなんかあったのかな、大城星もね、なんか FA 出るじゃないですか。大城星は愛の淵でございますよ。今とりあえず成長するためにもがいてるわけですよ。迷路に入ってるんですよ。あ、出口があったらすぐ出てきます。え次、最後の最後答えました。高いところがなかった。そこどっちかがバッと抜けてレギュラーとか取ったら面白いなっていうのが、ノイジーも頑張ってるんで、ノイジーもね、実はね、実はノイジーね、去年2割4分0厘での残留したんですよ、実は、ね、あのね、で今年2割6分7厘打ってるんで、ほんまにちょっとずつ成長してるんで、本当に上がってる。大卒2年目ぐらい成長してるんで、そこからちょっと期待して、外野争い期待してですね。やっぱりこの僕今日言いましたけど、やっぱり二遊間だと思うんですよね。最高だね。でやっぱあそこの村松海人選手と田中幹也選手が、ね、やっぱいかにこうあの DH ができるんで、あのビシエドだったりカリステだったり誰が入るかちょっと分かんないですけど、うん、結構長距離が熱くなるんで、うん、その前に 誰がこう塁に出れてるかっていうのが絶対キーになってくるんで、うん、ここら辺がチャンスメイクをしっかりして塁上をかき乱して、でちゃんと中軸で返すっていうこの流れ、勝ってた時はそれができてたんで、やっぱそれの流れをもう一回作るよ。どちらかというともう4月中旬まではできてたんで。ファイターズファンクラブ名誉師匠っていう方がいらっしゃいましたよね。名誉師匠、名誉師匠、知らないですか？マシアさんま師匠がいらっしゃるんですけれども、そう、よくあの、ね、AB の今日はね、違う、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、なんでこっちから振りがないわけ。毎回あの方やん。こっちはスタンバイしとるっちゅうの。分かってないんかな。自己紹介したから、どうも、ホイケンタです。誰がホイケンさんね。これね、全部出ましたでしょ。できりました、はい、楽しい収録が27日配信になりますので、よろしくお願いいたします。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムの厚めで書いておいてください。仲いいことを、本当に仲いいこと、楽しいこと、仕事を書いてください。どうもありがとうございました。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 もうちょっと出るような感じで、前の雑魚。じゃあちょっとやります。下がります。じゃあ頑張るって感じで。頑張る。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。活動って感じで。活動。